キシユタが飛べに加入か鉄腕ダッシュの重大発表の中身。元、キングピンスのメンバーであるキシユタが、今年の5月に、キングピンスを脱退し、9月にはジャニーズ事務所を退所。その後、滝沢秀明氏が立ち上げた新会社、飛べへの参加が噂され、ファンの期待が高まっています。キシユタは、ジャニーズ事務所退所後もテレビ番組、ザ・ 鉄腕、ダッシュに出演することが明らかになり、10月15日の放送には彼が登場をする予定です。一方で番組内での緊急生放送が告知され、飛べの公式 YouTube チャンネルも緊急性配信を行うことが発表され、岸ユ太タの参加に関する期待が高まっています。岸ユ太タのキングピンス脱退と飛べへの期待。 キシユータは、キングピンスのメンバーとして、カズイを風靡しましたが、2023年5月にグループからの脱退を発表し、9月30日にはジャニーズ事務所を退所しました。その後、滝沢秀明氏が設立した新会社、トベに所属するメンバーとして、元メンバーの平野潮と神宮寺ユータが移籍しており、キシユータの参加も予想されています。 ファンからの期待は非常に高まっており、10月15日は、岸シユタのファンにとって、運命の日、と言えるでしょう。また、岸シユタは、ザ・鉄腕・ダッシュという人気テレビ番組にもともと出演しており、退場後も10月15日の放送会に登場することが明らかになりました。この出演が発表された際、ファンや業界内では驚きと期待の声が広がりました。 特に、キシユタが退場後に現役タレントの番組に出演するのは異例のことであり、話題となっています。鉄腕ダッシュの重大発表と番組内のザ・鉄腕ダッシュのチーフプロデューサー、島田総一郎氏が12日に番組内の緊急生放送についてコメントを行いました。彼は、この生放送が悪い発表ではない。 とし、ワイドショー的な要素を含むものではないと明言しました。ファンはこの発表が何かしら関連している可能性を考えており、期待と興奮が高まっています。番組内の企画も解禁されることが期待されており、10月15日の放送は多くの視聴者にとって楽しみなものとなりそうです。飛べへの期待とサイトメンテナンスの兆し、 一方で、戸部にも何らかの動きがある可能性が浮上しています。戸部のオフィシャルサイトでは、平野の用と神宮寺ゆうのページにサイトメンテナンスのお知らせが掲載され、新規入会も制限されることが発表されました。これが死ゆうの加入に向けた準備期間である可能性が高く、SNS 上では盛り上がりを見せています。また、 トベの公式 X では、2023年10月15日18時30分緊急性配信決定。と告知され過去のメンバーが介入を発表した際に行われた YouTube の生配信と同様の形式で、岸優太の活動再開が報告されることが期待されています。ファンからの期待と予測。ファンからはすでに岸優太のトベ、 への介入を待ちわびる声が多く寄せられています番組内での生放送が番組開始前に行われることから多くのファンがワクワクしています。過去のメンバーが加入を発表した生配信も夜の7時に行われたことから、このタイミングがシユうの参加に関連していることを示唆しており、期待は高まるばかりです。 岸シユタの飛べへの参加に関する期待は高まり、10月15日のザ・鉄腕・ダッシュの放送や飛べの公式 YouTube チャンネルの緊急性配信がファンにとって楽しみな出来事となっています。岸シユタの新たなステップに期待し、彼の今後の活躍に注目したいと思います。